片山雄也は、愛知県安城市出身のプロ野球選手、宇頭左打、阪神タイガース所属。安城市立桜町小学校3年時に、横山北ソフトボールに入団し、ソフトボールを始める。安城市立安城南中学校では、南式野球部へ入部し野球に転校、保守を務めた。愛知県立刈谷工業高校時代は、全国大会と縁がなく、 卒業後はイタリン学館大学短期大学部へ進学。後に、イタリン学館大学へ編入する予定であったものの、そのまま卒業、在籍2年で野球部を退部し、BC リーグ、福井ミラクルエレファンツへ入団した。背番号は22。2015年には、保守圏外野手として、リーグ戦39試合に出場したが、打率、164に終わった。2016年には、 阪神タイガースから派遣された藤谷明人がバッテリーコーチに就任したことを機に保守へ専念。リーグ戦58試合の出場で打率271を記録し、プロ初本塁打を皮切りに日本塁打を放つと、翌2017年にはリーグ戦49試合の出場で打率2855本塁打の成績を残した。しかし、 NPB のドラフト会議で指名されるまでに至らなかった。2018年にはリーグ戦64試合に出場。前年までの反省から意識改革とトレーニングに励んだ結果、打率330、14本塁打、62打点、18、盗塁とほとんどの打撃部門で自己最高の成績を残した。2018年の NPB 育成ドラフト会議で、 阪神タイガースから一巡目で指名。支度金200万円、年俸300万円で育成選手として入団した。背番号は122。2019年、高知県秋市での2軍春季キャンプに参加。キャンプ中の実戦では3試合連続で3安打を放つなどアピールし、2軍監督の平田勝雄から同キャンプ MVP に選ばれた。 キャンプ後の教育リーグでは主に指名打者として起用され、ウエスタンリーグの公式戦では、育成選手ながら4月上旬から一時4番打者に抜擢。後に調子を落としたものの、7月11日のフレッシュオールスターゲームでは、ウエスタンリーグ選抜の保守として途中出場を果たした。7月30日、支配下選手契約を締結したことが、球団から発表された。 背番号は95。最終的に、ウエスタンリーグ75試合に出場し、打率20、202、5本、17打点、40安打、長打率、313、出塁率、251の成績だった。2020年はキャンプが一軍スタートとなったが、レギュラーシーズンでの一軍昇格はなく、ウエスタンリーグ55試合に出場し、打率、百二十。 2本、19打点の成績だった。2021年2月21日に行われた、三菱自動車クラシオーシャンズとの練習試合で、打席でスイングした際に右手を痛め、検査の結果、右手ゆう張骨の骨折と診断された。瞬足強打の打撃型保守、50メートル走で6.1秒を記録し、また二塁送球1.8秒を記録する強権を持ち合わせる。 打撃では、アッパー気味にも見える豪快なフルスイングが持ち味。実際は、レベルスイングになっているものの、本人は、ボールのやや下を上に上げる感じと説明しており、遠くに飛ばしたい、ホームラン打ちたい、強い打球を打ちたいってやったのが自然にああなったとも、語っている。ありがとうございます。